メソポタミア、古代の文明の中心地。そこには私たちの歴史や文化、科学、そして日常生活の基盤となる多くの知識や技術が生まれました。シュメール文明の出現はその後の多くの文明に影響を与え、私たちの日常生活や価値観にまでその影響を及ぼしています。そしてその文明の中でも特に重要な役割を果たしたのがギルガメシュ叙事詩です。この古代の物語はジョージ・スミスという一人の若者の情熱と献身によって現代によみがえりました。シュメールの古代の風は私たちの心を捉え、時代を超えて吹き続けています。こんにちは、藤吉田です。今回はそんなシュメール文明とその後の人類への影響について動画にしてみました。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。シュメール文明の突如の登場とその影響。数千年前、我々の文明の基盤となる一つの驚くべき出来事がメソポタミアの地に起こりました。それは今から約5000年前に突如としてシュメール文明がその姿を現した瞬間です。想像してみてください。その当時の地球は現代とは大きく異なる多くの小さな文化や部族で形成されていました。しかしイラク南部の一地域に突如天から降り注いだかのように一つの顕著な文明が出現します。それがシュメール文明です。この文明は高度な都市構造、広大なジッグラトや神殿、先進的な農業技術、そして何よりも楔形文字を用いた文字文化を持っていました。彼らは60進法を基盤とする数学、天文学、太陰暦などの知識を持ち、その技術と知恵で一大帝国を築き上げました。しかしこのシュメール文明がどのようにして突如として出現したのか、その起源は多くの謎に包まれています。この突然の登場は我々にとって大きな疑問を投げかけます。なぜならその後に続く多くの文明、特にメソポタミア地域の文明はシュメール文明の影響を強く受けているからです。現代の私たちが使用している多くの技術や知識、文化や宗教、そして日常の生活習慣や価値観に至るまでシュメール文明の影響は深く根付いています。例えば時間を60分の1時間1分を60秒で測る習慣はシュメール文明の60進法に由来しています。そしてこのシュメール文明の出現と展開は現代の宗教や文化、さらには我々の価値観や世界観にも大きな影響を与えています。この突如として現れたシュメール文明がどのようにしてその後の文明に影響を与え、そして現代に至るまでその遺産を受け継いでいるのか。メソポタミアの工房。砂と太陽が支配する遠いメソポタミアの土地。古代ギリシャ語で2つの川の間を意味するこの地域は我々の歴史と文化の中で非常に重要な役割を果たしています。その名の通り、チグリス川とユーフラテス川が流れ、両河川に挟まれた肥沃な土地は古代文明の発祥の地として知られています。この地には金や宝石といった物理的な宝物だけでなく、我々の歴史や文化、知識の宝物が数多く眠っています。そう、それはメソポタミア文明の遺産、シュメールの宝です。
まずは紀元前2900年頃、イラク南部のウルヤウルクの都市で交流を極めたシュメール文明。この文明は鎖形文字を使用した文字文化や60進法を基にした数学、そして天文学や太陰暦を持つなど、驚くべき知識や技術を発展させました。続いてシュメール文明を後継したアッカド文明。この文明はセム語系のアッカド人によって築かれ、サルゴン大王による帝国の拡大とともに新たな文化や技術を取り入れながら独自の発展を遂げました。さらにハンムラビ王が統一した古代バビロニア帝国、強大な軍事力を誇ったアッシリア帝国、そして新バビロニア帝国とメソポタミア地域は数々の文明と帝国の攻防を繰り返しました。しかしこれらの文明が私たちに残したものは単なる遺跡や物質的な遺産だけではありません。それは我々の文化や知識、宗教や哲学にまで影響を与える計り知れない価値を持つ知の宝物なのです。例えばギルガメシュ叙事詩、これはシュメールの古代英雄ギルガメシュの冒険と成長を描いた世界最古の文学作品です。この叙事詩は友情や愛、死と再生、そして人間の成長と挑戦についての普遍的なテーマを持ち、現代の我々にも多くのメッセージを伝えています。またメソポタミアの文明は現代の法律や行政、さらには科学や哲学にも基盤を築いています。ハンムラビ法典は公平な法の下での平等な社会を目指す現代の法制度の先駆けともいえるものです。これらの宝物はシュメールの地から生まれ、メソポタミアの文明を通じて私たちの日常生活や文化、価値観にまで影響を与えています。シュメールの宝、メソポタミア文明の遺産、それは我々の歴史や文化、知識の中で今も輝き続ける不朽の宝物です。この宝物を知ることで私たちは自らのルーツや私たちを取り巻く世界の深い理解を得ることができるのです。ジョージ・スミス青年とギルガメシュ叙事詩の解読。メソポタミアの砂漠の風が運ぶ過去の秘密、その中でも最も魅力的な物語は、若きイギリス人ジョージ・スミスと彼があぶり出した失われた物語ギルガメシュ叙事詩との出会いにまつわるものでしょう。1850年、イギリスの考古学者レヤードがイラクのニネベの地に立ちました。彼が探求する古代の秘密はクユンジュク丘に眠るアッシリア帝国の図書館に隠されていました。彼の手によって2500点以上の古代の粘土板が日の光を浴びることとなったのです。しかしこれらの宝物は一度大英博物館に運ばれると、長い間その謎を解く者を待ち続けました。そして時は流れ、ジョージ・スミスという一人の青年がその宝物の前に立ちました。彼は紙幣の原版彫りという独特な技能を持つ者として、文字や図像に対する敏感さを持っていました。彼の目が粘土板に触れると、その中に隠された秘密が徐々に明らかになりました。彼は驚愕することとなります。なんとその板の一部には、旧約聖書に記されるノアの箱舟洪水伝説と酷似した物語が刻まれていたのです。この発見は彼をさらに深い謎の渦中へと引き込みました。ジョージ・スミスはこれ以上の情報を求めて再びニネベの遺跡を訪れました。彼の情熱と独特な技能は3000枚以上の新しい粘土板をこの世に引き上げることとなりました。それらの中には伝説の英雄ギルガメシュの壮大な物語が刻まれていました。しかし運命は残酷でした。彼の情熱が導き出した知識をすべて解明する前に伝染病が
彼をこの世から奪いました。彼が後世に残したものは今も我々の心を捉えて離さないギルガメシュ叙事詩です。この物語は古代シュメールの英雄ギルガメシュの冒険と彼の友情、愛、挑戦、そして人間としての成長を描いています。そしてジョージ・スミスという一人の青年の情熱と献身によってこの物語は現代の我々にもよみがえりました。シュメールの古代の風がジョージ・スミスを通じて今も私たちに吹き続けています。彼の情熱とギルガメシュ叙事詩の物語は時代を超えて私たちに多くのことを教えてくれるのです。ギルガメシュ叙事詩の中の英雄と神話。ギルガメシュはウルクの王でありその武勇で名を馳せていました。しかしその力の源は彼の傲慢さでもありました。彼の横暴さに悩む人々の願いにより神々は彼の相手となるエンキドゥを送りました。最初は敵として戦った二人でしたがやがて深い友情が芽生えました。そして彼らは多くの冒険を繰り広げます。王者フンババの退治や女神イシュタルとの対決など様々な神話が描かれています。しかしギルガメシュの真の冒険は彼の友であるエンキドゥの死から始まります。彼は永遠の生命を求め多くの困難を乗り越えます。その旅の中で彼は永遠の生命の秘密を持つウトナピシュティムと出会い大洪水の伝説や永遠の生命を得るための方法を知らされるのです。いかがでしたでしょうか。古代シュメールの神話や伝説、文化や技術、それらが私たち現代人にどのような影響を与えているのか。それは私たちの生活や文化、価値観の中に息づいています。ギルガメシュ叙事詩のような文献を通じて私たちは古代の人々の考えや感じたこと、その時代の出来事や環境を知ることができます。古代シュメールの歴史や神話は単なる過去の出来事ではありません。それは私たちの文化や歴史の基盤となっており、今も私たちに多くのことを教えてくれる宝物なのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。